まずは新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日、新たな感染者が確認されなかったと発表しました。3日連続のゼロは去年7月以来です。次です。新型コロナの感染拡大時にもワクチン接種証明を見せることなどで行動制限が緩和されるワクチン検査パッケージ、守山市の飲食店街でも国主体の実証実験が始まりました。昨日から始まった実証実験には JR 守山駅周辺の21店舗が参加しています。こちらのレストランではワクチン接種証明やPCR 検査の陰性証明を本人確認書類と合わせて見せることで店に入ることができます。接種証明などがない場合、国が設置した抗原検査の会場で陰性を証明する必要があります。店側にも客側にも一手間が必要というデメリットがありますが、この日の取材では制度を歓迎する声も目立ちました。ある一定の基準を満たしたお店でそういうふうにちゃんとルールを守ってやるのであれば、こっちの方が安心、ちゃんとしてるっていう安心感がありましたので、やはり実際にお店をですね、時短をしたりですね、あと休業するよりも経済を動かすという形のメリットをやっぱり取っていけたらいいなと思います。はい。実証実験は今月30日まで計6日にわたって行われます。期間中に店側、客側がアンケートなどを記入し、国が結果をまとめるということです。天台宗は昨日、亡くなった森川光栄天台座主の後任となる第258世座主に大木光慶氏が就任したと明らかにしました。大木氏は兵庫県姫路市出身の97歳、姫路市にある書写山円行寺の住職で、天台宗では座主に次ぐ次席短大でした。大木氏は円行寺で毎年大晦日に新春夢の書を揮毫していて、動画配信形式となった去年の年末には新型コロナウイルスの収束を願い祈りの字をしたためていました。また天台宗は森川光栄氏の本葬について来年1月18日の午後1時から大津市坂本の天台宗務庁で執り行うと発表しました。天台宗の阿部昌光宗務総長が喪主を務めるということです。子どもたちに幅広い運動遊びを通じて学びや仲間づくりにつなげてもらおうというイベントが近江八幡市で開かれました。キッズフェスティバルは近江八幡市と学校法人ボーリズ学園が開いたもので、市内を中心に4歳から小学校3年生までの子どもたち118人が参加しました。この催しは小さな子どもたちに体を動かす運動遊びを通じて学びや仲間の大切さ、さらにはフェアプレーの精神も養ってもらおうというのが狙いです。子どもたちの指導には近江兄弟社高校サッカー部の部員らが当たり、子どもたちは年齢ごとに分かれてさまざまな運動遊びを体験しました。今日は晴天に恵まれたものの、強い風が吹きつける寒い一日となりましたが、コロナ禍で運動する機会が少なくなっている子どもたち、今日ばかりは元気いっぱいに運動遊びを楽しんでいました。山には冬の便りが届いたようです。ご覧ください。伊吹山で初冠雪です。気象台によりますと平年より3日遅く、去年より19日遅い観測でした。スキー場にとっても嬉しい便りで、ゲレンデが白くなり始めたグランスノー奥伊吹は来月18日にオープン予定だということです。今シーズンも雪たっぷりのゲレンデになるといいですね。